こんにちは。思考管理学のミキです。今日はノーマのね、訂正の前期。そうなんです。前回までのノーマは共和制だったんですけど、ここからは訂正ノーマと呼ばれるところです。ノーマというのは、もともとね、王のいない国、ローマ共和制から始まっていく。ところが、この後にね、はい、ローマ共和制というのは、大体ね、帝政前期と後期で分かれるんですけれども、まあ、BC、要するにね、BC 末ぐらいですよね、縫い方の方がいいんだろうね、BC 27ぐらいでしょうか。ここからスタートしていくわけなんですけれども、元首制という言い方をするんですけれども、まあ、実質、ローマの帝政です。帝政。まあ、一応、前期と後期に分かれていて、まあ、大体ね、こう、ローマ帝国においては、軍人皇帝時代を境にしてね、それを分けるんですが、とりあえず、まあ、今日のね、オクタヴィアヌスの登場ぐらいから、もう帝国だと思ってもらっていいです。で、前も言ったんですけども、帝国っていうのは、様々な人種がいるところを、まあ一つの国が統一している形態で、まあ実際考えてみたらいいんだけれども、ローマはポエニ戦争以後属州を数多く獲得していて、両側で見たら分かりやすいんだわ。大体紀元前のね、14年、つまり紀元後14年、要するに、アウグストゥスの治世以後ぐらいで、もうすでに獲得している領土っていうのが、ヒスパニア、ガリア、で当然イタリア入ってるんで、イリリウムこの辺りね、で、引いてはバルカン半島ももう取っていて、トルコの辺りも、取ってます、小アジアも取っていて、さらには地中海沿岸部、フェニキアがいるような、ここアンティオキアとか言うんですけど、でさらには、エジプトも取ってますからね。もう領土見たら分かるように、世界の3分の1取っちゃってる。3分の1って言い方僕よくするんですけど、地中海一帯が世界3分の1で、もう一つはやっぱりね、イランのこの辺り、西アジアのね、そしてもう一つ中国、だから世界の3分の1取っちゃってるんですよ。だからもうこれ帝国と呼ばずに何と呼ぶか。でもローマっていうのは、帝政っていう言葉をね、なんかちょっと曖昧な使い方をして元首制とか言ったりするのはローマの体質なんだわ。もともとやっぱ共和制でね、何度も言うように王の存在を嫌うんですよ、このローマというところは。王の存在をとにかく嫌う。で、王の存在を嫌うがゆえにマリウスが失脚したり、カエサルが殺されたりしてるんでしょ。だから、そういう意味で、実はじゃあ今から始まるこの帝政のね、まあ、原始帝という言い方しますが、実質帝政ですわ。で、帝政の始まりだった人物も王と自分は言わない。でも、そのね、今から言うオクタヴィアヌスが統治する時からもうすでにローマの領土っつったら、もう実質世界の3分の1です。じゃあ彼はどのようにして王という名を使わずにこのローマを、ね、統合というかローマを、ローマにおいて政権を握っていったのか。まず元老院は今回ね、アントニウスを倒した後のオクタヴィアヌス、彼に対して称号を授けました。はい、それは偉いよということで尊厳者、その称号のことをアウグストゥスと言います。ちょっと難しい立ち位置なんですが、人の名前ではないので赤にしましょう。アウグストゥス、まあ青でもいいんですが、アウグストゥスの称号を与えている。アウグストゥスとは尊厳者ですから、ものすごく偉い人で、行政軍事の体験も全てできる。だから元老院ちゃんと存在してるからね。でも彼に強い権限を与えたんだわ。で、これ地味にね、私立の問題とかこういうの好きなんですけど、アウグストゥスの彫刻には見てみ、ここちっちゃいもの、宇宙人みたいなやつ、俺らの赤ちゃんみたいなやつ、これね、いわゆるキューピッドなんですよ。アウグストゥスの彫刻面白いのはね、足元にキューピッドいるんですよ。なんで天使がいるのは尊厳者だからです。ただ、何が覚えておいてほしいかというと、私立の問題でこれ出してきて、キューピッドいるからアウグストゥスだよって答える問題、昔あったんですよね。
だからあのやっぱりね、こういうふうに言葉で覚えるってことは、それをイラストに反映もさせれるっていう力っていうのは世界史では求められるんでね、よろしくお願いします。で、もう一つだ。さあ、こっちの話に戻る。王の存在を嫌うローマの気質から、彼はこのように名乗っています。市民の俺は第一人者。このことを通称プリンケプスって言います。面白いね。自分はあくまでも王じゃないよと、市民の第一人者なんだよと、市民として君たちを統治していくよっていう風な感覚。ただ何度も言う、もう時代は帝政に等しい。元首制と言い方はしますが、やってることは実質的に皇帝です。ですからオクタビアヌス以後は基本的に帝政時代と定義していくと思います。はい、そんなローマなんですけれども、まずここ、今回はある程度埋めさせていただきましたが、はい、まず見ていきましょう。アウグストゥスの登場からこの後96年から180年、五賢帝というものが出てきます。この五賢帝まではローマは非常に最盛期を迎え平和だった。さあ、最盛期を迎えて平和のローマのことをパクスロマーナって言います。時代はパクスロマーナ、ローマの平和な時代です。イタリア半島の都市を中心に商業も発展したし、世界的な貿易も行っていた。やっぱ代表的なのはね、インドとのね、季節風貿易です。すごいね。あの、今から2000年前にイタリアとインドが貿易してるんだって考えてみ、日本何しとったね。だから覚える必要が、季節風を用いて貿易をしていた。面白いね。で、あの金銀陶磁器を輸出していて、金銀や陶器を輸出していて、南インドのサーカバーワナ町からローマの金貨が出土してる。すごいでしょ。はい。で、あともうちょっと、まあ、この辺はまあとりあえずいいとして見ていくんだけれどもね。はい。では五賢帝というというようなところで、次のところでね、この、アウグストゥスの時代が終わった後、96年から180年にはローマは帝政が非常に安定した時期を迎える。この時期の5人の王様の言うことを、王様を通称五賢帝というんでね、押さえておくといいですよ。それぞれしっかりね、押さえてくださいね。はい、ちょっとね、空欄でもよかったんですが、いつも書くと長いんで、もう埋めさせていただきました。ただこれも全部蛍光ペンに引いておいていいぐらいで、全部大事なんで押さえておいてね。まず五賢帝、まあこれは世界史やってたらやっぱり言えるよね。五賢帝、ネルワ、トラヌス、ハドリアヌス、アンドリュース・ピウス、マルクス・アウレリス・アントニウス。はい、この5つは必ず言えるようにしておいてください。ネルワ、トラヌス、ハドリアヌス、アントニウス・ピウス、マルクス・アウレリス・アントニウスね。はい、ローマを、偉大なるね、帝政の安定期を導いた5人の皇帝です。はい、で、それぞれじゃあ次に、それぞれの皇帝が試験でどのような出方をするかです。実は5人の中でね、出やすい順番というか、ある程度何が出るか決まってて、まずね、ネルワとアントニウス・ピウスはそんな出ないんですよ。じゃあ誰が出るっつったら、まずトラヤヌス。トラヤヌスは帝国の領土が再来化だった時の王です。ですから、はい、トラヤヌスの時のローマの最大半島を覚えておく。はい、隣のページ19ページ見たら、はい、両側に載ってるでしょ。テオドス、ね、失礼しました、トラヤヌスの時の領土はこれでっかいね。はい、ローマの最大半島はでも覚えておく必要あるからね。コツ言いますよ、試験でね。でも次の王と照らし合わせる必要があるので、まずここです。イギリス本、あ、イギリスのね、要するにブリタニアの半島、島なんですけれども、グレートブリテンは全部統一できてないんですよ。ここね、ハドリアヌスの長城って言って、こっから先、ケルト人が来るのを恐れたため、長城を築いてる歴史があるんで、ここでまずチェック。次です。ササン朝ペルシャ・パルティアがあった歴史を分かっておくために、チグリス・ユーフラテス側のこの伊東の部分で途切れます。
もちろん。あとは逆にね、ここ入ってなかったりするやつあるんで、ガリア平定のカエサルの歴史をしっかり押さえておくといい。で、ヒスパニアのところも結局ポエミ戦争で勝利してるわけだから押さえれたと思うわけで、大体この黒海の沿岸部だとは考えてもらったらいいかなって思います。まあアラビア半島はさすがに暑いから、はい、そんな感じの理由でもいいんでね。で、この、ね、領土の最大半島というのは必ず押さえておいてほしいので、よろしくお願いいたしますね。これトライアルスの国語。じゃあ戻ってね、はい、まずトライアルスは最大半島なんでよく押さえておいてください。次、今ポロッと言いましたが、世界遺産ハドリアヌスの頂上を建てたハドリアヌス。まあ頻度としては難易度高い問題の方になりますが、今でもこうね、はい、あ、こちらカラカラ邸でした、失礼。ハドリアヌスの頂上って言って、イギリスにはこのようにね、かつての神が築いた頂上のような、世界遺産が存在しています。で、次、最後のご検定最後のマルクス・アウレリス・アントニヌスですけども、ストア派哲学を学んだ鉄人皇帝として有名。この人結構多いんでね、鉄人皇帝。はい、で、著書も残しております。著書の名を自書録と言います。で、この著書、はい、ここがポイントなんですよ。彼らはラテン語なんですけど、ギリシャ哲学学んでたから、彼の著書はギリシャ語です。 OK、ここ押さえてるね。はい、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの著書である、あの自世録は、自世録ね、自世録はギリシャ語で描かれてます。必ず押さえてます。で、さらにこのマルクス・アウレリウス・アントニヌスは使者も送っている。それが通称、中国史であるんだけど、五感に使者を送ったということで、大神王アントンの使者が、五感に派遣されたっていうのを、覚えておく必要があるよね。はい、いかにワールドワイドな世界史になっているかっていうのを押さえておく点ね。世界史はやっぱりね、横とのつながり大事なんで、はい、中国やらインドやらのつながりがあるこのローマ帝国のね、ハプスローマはしっかり押さえておくといいでしょう。はい、こんな平和な時期が続いたローマだったんですけれども、やっぱり覚えておいてほしいのは、社会構造っていうのは50年100年のスパンでどんどん変動していくんですよ。で、はい、その社会構造の変動の先駆けとしてあった王様がいます。212年の時のカラカラ帝。はい、あ、これは青色です、ごめんなさい。カラカラ帝なんですけれども、こっからね、帝政後期に入る先駆けです。要するに帝政前期の終わりの頃、カラカラ帝。あの、ちなみにカラカラっていうのは今一瞬映ってたと思うんですけど、ちょっと待ってよ、あのこういう人調べてたんですけどね、ベロアマントっつって、こういうマントのことをね、当時カラカラマントって言ってたんだわ。で、カラカラ帝はね、本名は実は違ってね、あの本名はすごい長いんですよ。あの本名はね、あのカエサル・マルクス・アウレリウス・セベルス・アントニウス・ピウス・アウグストゥスって言って、多分呼べるわけねえと。で、テストに出るときはカラカラマントをこれを好んで愛していたため、カラカラ帝でいいです。で、カラカラ帝はこの人の時にこれです、アントニヌス勅令って出して、なんと帝国内全ての自由民に市民権を与えた。ある意味究極の民主化自由化です。はい、いよいよこの帝国全土においてローマ市民だと認める。ローマがいかに帝国としてのね、形を確立していったかっていうところを押さえておくといい。はい、で、さらにはローマに大浴場、カラカラ大浴場っていうのを作っててね、世界遺産になっておりますよ。カラカラ大浴場、こんなんです、今も残ってます。すごいね、やっぱ本当にね、彼らの歴史を学ぶ意義っていうのは、あの上下水道を完備してるからね。やばくないですか、この時代にお風呂引いて、お風呂入って楽しんでるからね。まあそれがいわゆる、映画でね、阿部寛がやったテルマエロマエ、ああいうののアイデアになっててね、
この時代にこうお風呂文化があったっていうところも面白さですよね。はい。で、このカラカラって英語なんですよ。あのね、帝国内のね、全自由民に市民権を与えるっていうことは、もうそれだけローマの帝国が進んだと同時に、あのそれぞれの地域において民主化を求める動き、つまり反発も強かったって考える。だから反発がそれぞれこれだけ広い地域で起こるっていうことは、もうローマのイタリアの本部だよね、管理しきれなくなってるんだわ。だからとりあえずこうやって全自由民に市民権を与える。逆に言ったら帝国はもうね、ちょっとずつ崩壊の道を歩んでるんですよ。そういう風に捉えてもらったらいいと思う。じゃあその後どうなっていくか。はい、帝政の後期に向かう最後の時です。あのもうだいぶね、国が皇帝が乱立する混乱期に突入します。どう統治していいか分かんなくなります。それが通称軍人皇帝時代。はい、わずか50年ちょっとの短い間で26人の皇帝が生まれます。軍閣、要するに軍事でね、最後を発揮した人間がもうね、執政官がそれを無視してもうポンと選ばれて皇帝になっちゃうと。わけわかんない時代。要するにね、ローマのね、この頃からね、統治の仕方わかんなくなってる。というのもやっぱ理由があって、横の国に強い国できたのがやっぱりササン朝ペルシャです。で、あの有名なのはね、ササン朝ペルシャのね、あのね、こいつですよ。シャープーン一世の時。お、オリエントでやったね。ローマの軍人皇帝バレリアヌスは捕虜にされてます。あの今で言ったら一国の首相が捕虜にされるって知らんのね。安倍首相捕虜にされるのを考えてみて、すごいでしょ。だからバレリアヌスという人物がササン朝の王様に敗れて捕虜にされる。それぐらい混乱続いてたし、逆に言うと皇帝の立場もあんまなかったってこと。ローマっていうのはね、この時ね、あのパルティアやササン朝ペルシャの台頭、ゲルマン諸部族との抗争、経済的にもかなり衰退した時期なんですよ。っていうようなところで、帝政がね、前期から後期にわたるにあたってローマはいよいよ崩れてくるわけです。崩れてくると農業の方も仕組みが変わっていく。3世紀頃から覚えておくといい。あのね、コロナトゥスという制度が始まります。コロナトゥスって書いてますけれども、まあどちらでもいいんですが、資料集見るとコロナトゥスになってるんで合わせておきますわ。コロナトゥスです。コロナトゥス。コロナトゥスの開始です。領土が最大化したって、このなかなかこういう考え方ってできると世界史相当すごいんだけど、領土の最大化がトライアルスの時に起きてるでしょ。でこれ別にキーワードだけで終わってもセンター大丈夫なんだよ。でもそこを掘り出しするのが俺たちの役目ってわけだから、領土が最大化するっていうことはこれ以上領土増えないからイコールもう奴隷増えないんだ、こういう捉え方ができて世界史ってなんぼかなって思うわ俺。奴隷増えない、だから領土が獲得することによってその領土にいた民たちが奴隷になるわけでしょ。で、そうすることによって、奴隷制を確保していったね。それがまさにラティフンディアだった。でも奴隷が増えないってことはもうラティフンディアも機能しなくなってる、ね、で、引いてはカラカラ帝の時に全自由民に対していわゆる市民権だった、ね、で実はね、大きな流れで言ったらラティフンディアみたいな奴隷がいてね、あの大都市所有者がいてっていう機能はなってるんですけど、数百年の歴史の中で働いてる、そこでやってるね、いわゆる小作農民の地位が上がってる。ずっと同じ制度を維持すると思わない。この頃からもう変わっていってて、徐々に最初奴隷として働いてたやつも数百年奴隷って変でしょ。ずっとやってくれてるから、奴隷の子が生まれて、じゃあそいつらがね、頑張ってくれたらっつって、こう、地位が上がってって。そういう考え方ができるといい。そんな時にあるのが、このコロナトゥスですわ。コロナトゥスは、それまでのあり方から変わっていきます。ラティフンディアの頃っていうのは、
こんなイメージですよね。大土地所有者がいて、当時ノビレスって言ってたね。ノビレスがいて、はい。ここに、要するに属州から来た奴隷がいた制度でしたわ。はい、こんな感じ。奴隷は基本的に財産持ってない。だから彼らは、ただ働きをし、ただ逆に言うと、ただ飯も食えた。ただ働きでただ飯して一生終えてた。でもね、数百年の社会構造ってやっぱ変化していく。徐々に徐々に。やっぱり彼らの中でも子供作って、ある程度反映したやつらもいるし、権利を与えていった所有者もいた。そうすることによって変わっていった制度、数百年で変わっていった制度がコロナクスです。コロナクスに変わる。今までのあり方からちょっと応用しようか。こんな感じで、今まで同様大土地所有者がいたとするけれども、もう点線を引いてみる。だって点線引いてね。それぞれに土地を貸与して割り当ててみたらって話。形が徐々に徐々に変わってきて、はい、いわゆる地主が、名前も変わりました。ノビレスだった頃から地主に変えてみた。地主が土地を貸与し、小作人がその土地に対して地代を払う、ね、このような中世ヨーロッパの農業の礎となる形に変わっていった。この小作人のことをコロヌスと言います。変わっていった理由は少々や。奴隷をこれ以上供給できないのもある。彼らが数百年の中で権利が上がっていったのもある。ただ土地は持てない。でも財産等は持てる。これも一応実はアントニヌス直でカラカラ帝の時にね、ローマ市民権の付与と同時に実は財産を持ったりする権利がコロヌスにも与えられてるんだわ。で、覚えておかないといけないのは、要するにナティフンディアという制度が徐々に衰退し、コロナクスになっていき、それが地主と小作人という関係性、土地を貸与し、地代を払うと。要するに、中世ヨーロッパの封建制の礎となった。これね、中世の時にまたね、問題で出てくるので、ローマの社会構造がまたこのように変化していた。はい、帝政の後期頃に差し掛かった頃にコロナテスが主流になっていったっていうのを押さえておくといいでしょう。同時に社会は変動しています。土地商業も衰退していった。ラティフンディア以降というのは中小土地所有の農民も増え、で、重層砲兵も没落し、傭兵制も普及した。はい。傭兵は基本的に戦うことでお金もらうから、軍事費が増えるんですよね。都市は増税が行われ、都市は没落する。同時に、実はね、このローマの歴史、この中学校の頃にもやったけど、今大体300年くらいかな。395年。ミナゴゲンは、失礼、375年。ミナゴゲンは、ゲルマン民族というのがローマ人のもとにやってきます。で、この後の歴史が大きく変化する礎がもう起きていた。実はこの頃のローマ帝国の社会からゲルマン民族って急にやってきてローマを急に支配するんじゃなくて、実はもう傭兵とかコロヌスとしてローマ帝国に定着してた。なんと下級の管理にまで、養殖にまで進出していた頭のいいゲルマン人もいたぐらいです。実はローマ帝国というのは帝国化に伴ってあれだけのでっかい世界の3分の1の都市を統治するにはそれぞれの地域でもある程度、権力者とか、機能できる体質が必要。それによって実はもう他部族ゲルマン人なしには機能できない状態に帝国化のもとになっていた。
これが実はゲルマン人の大脳の一節となっていたわけでございます。さあ、ということでね、やっぱり社会というのは数百年の歴史の中で徐々にね、社会構造が変遷していく。それをね、もともと共和制だったものが帝制になって、ひいてはその帝制の中でもローマ帝国というのはかつてのローマのね、ローマ人としてローマを治めるなんていうやり方はなくなっていって、コロナッツの登場であったりとか、これから次にね、授業でやるのは帝制は後期になり、いよいよ専制君主が生まれてくる。こんな考え方をまた次のところではやっていこうと思います。それでは以上。